見を聞いてもいいですか。私に意見は求めなくていい。攻めるかどうするか。一瞬映った梅沢さんがめちゃめちゃ怖かったです。のイメージってのは何、もう凶悪とかそういう。いや全然全然そんなことないです。優しい先輩だなっていう。さつきちゃんはすごくいい子だったし、これからもっとなんか似てる部分がすごい多くて、でなんかあの紹介のやつも、うん、なんか似てる人同士を合わせたみたいな、らしくて、とかなんか仲良くなってもらいたい同士みたいなのをなんかくっつけたらしいのよ、でそれでなんかさつきちゃんとでなんかめちゃくちゃいい子だし、なんかその私とこう喋ってる時もすごく喋ってくれて、なんかおしゃべりな感じもすごく可愛くて素敵だなと思ったし、まあ何より顔が可愛いよね。どの木が一番人気があると思う。もちろん3期生だろうな。いやだろうな。何どこが。いや4期だと思う。いやそれだろうな。どこだと思う。いや5期だと思います。おい大胆だな5期。そう私楽屋の席が前だったの、久野さん。もう白ってなっちゃった。わかる。白くて本当に焼けないように日焼け止め塗ってらっしゃって、私も塗らないとなってめっすっごい思った。努力がすごい。久保さん本当に白い。すごいよね。びっくりしちゃった。すごい楽屋に楽屋にちょっといつも楽屋にデデン。あれ見え。ほっそ。読んで読んで。でも白。白？逆になんかこの線の細さもなんか繊細な感じが出てていいね、久保ちゃんっぽい。そんなことある？ちょっと反射しててあんま見えてますかね。白って見えてます。何それは何。いや白かったの。嘘だ。久保ちゃんが本当に雪みたいだったよ。楽屋に雪積もってんのか。それギリ悪口だよ。悪口じゃない、いい意味だよ。こんなに肌綺麗な子がこの世にいたんだみたいな。嘘。そう本当雪だった。本当に楽屋に雪積もった。笑ってるもん。楽屋に雪積もってる説。でも私その山下さんを見た時もちょっと白すぎて思った。雪が積もってるって思った。本当に私ラジオでね、一回久保さんの第一印象を喋った時に、白すぎて壁かと思ったっていうのをあの先輩と初めて会った時の印象っていう質問があったね、あったんですけど、その時にちょうど山下さんがゲストで来てらっしゃってて、私その時山下さんが来るっていうこと知らずに、久保さんと山下さんの印象を話したんですけど、久保さんの第一印象が白すぎて壁かと思ったみたいなことを言ってたらしく、当時の私が。で山下美月はが目が大きすぎてそれ以外何も入ってこなかったっていう。いやこれ聞いてください。本当にさっきもねそれこそちらっとお話ししたんですけど、初めて言うんですけど私は率直な感想を言ったまでなんですよ。おもろいな。そうなんです。本当に久保さんは本当に、なんかどうやったら面白い、そう何も白くなれるのかとか、いやちょっと待ってください。やばい、弁明すればするほどってやつだよこれ。そうなんです。で結構日産スタジアムでライブやらせていただいた時も、日焼け止め結構がっつり塗ってらっしゃってて、バレてる。そう塗ってたので、やっぱそういう努力というか積み重ねなのかなって後から思ったんですよ。ね、あこれね、そう面白い。それでめっちゃ先輩いじってるやんってなってたけど、でアップに何でしたの？ちょっとハッシュタグ白すぎて壁。やめてください。やめてください。久保さん見ないでください。久保さん。なんかね いじってないんだよっていうことを言いたいらしいんですけど。山下さんも結構その5期生が初めて先輩に挨拶。させていただいた時に目の前に山下さんいらっしゃったので、だからだ、パッてこう座った時に山下さんが目の前にいらっしゃったので、あなるほどね、山下さんが一番最初に目に入ったって、そうだよね、だから目しか見えなかったんです。すみません久保さん、山下さん、久保さんファンの方、山下さんファンの方すみませんでした。いいのよ、すみません、いじってないんですよ。そういじってないんだよね。うやった、膝に来ちゃった。かわいい。何聞いちゃった？え、もう超、もう世界遺産、世界、なんて言うんですか、こういうの。ちょっとわかんない。うん。遺産。ちょっと。
あやめもベビーって。ベビーじゃないよ。ぬるめさんバブイですよ。バブイですか？本当ですか？バブイです。嘘。本当にちょっと動画とか撮りたいですね。嘘。なんかさ、普段話してる時は、うん、そんな感じが全くサクタンさんから感じないから、うん、何がですか？そのなんか私を可愛いと思ってる感じ、うん、そのちょっとバブい、バブくて可愛いなって思ってるってことですか？うん、全然伝わんないから。いや、そんなの出せるわけないですよ。そういうことか。先輩にバブいですねって。バブくて川崎さくらちゃん、うん、あ、違う、いたいた菅原さつきちゃんは、はい、私に、うん、なんか食べれそうですって言う。あやめさんは食べれそうです。食べれそうですか、うん、言われた。ああ、あやめさんとさくらのショールームか、ね、私はあやめさんのこと食べられそうですって言ったの、エピソードを暴露されちゃってちょっと恥ずかしかった。なんかさ、与田はさ、加入した時さ、先輩からめっちゃ可愛がってもらったじゃん、うん、なんかその意味がすごく今わかる。私あんな感じだったのかな。絶対そうだよ、今のあーやみたいな感じだったんだよ。いや、あんな可愛くなかったよ。だって加入さん食べたいって言ってたじゃん言われてたあんな可愛くなかったよ。いや、可愛かったよ。でもズーさん今あーやとかとを見たらさ、うん、食べたいどころじゃないと思う。もうどうすんだろうね。もうなんかもう撫で回したいよねすごいと思うよ。私さつきちゃんにさ、うん、与田さん見るとワシャワシャってしたくなるって言われた。舐められてるねさつき、はい、お寿司ラップかもはい、楽しみですね。どんなラップを聞かせてくれるのでしょうか。期待してます、さっちゃん。よっよっよ、待ってました。お寿司の登場、見たた満足な表情、気分上昇、たくなる行動。これを聞いたら全員寿司食う家